広島においてすごい嬉しかったことがあったのが、オープン前の日にある子が言った一言に、うわすごいって思ったんですけど、これ中ん中里さんで、そうですね、自分自身も新しいこと、初めてのことばっかりが詰まった今回の立ち上げなので、かなり成長できるかなっていうふうにも思ってますし、新卒メンバーも今までにない環境でのチャレンジをさせていただけるというところで、自分自身の課題が見つかる期間になるかなと思うので、見つけた課題をしっかり持ち帰って沖縄でもより首里石鹸盛り上げていけるようにしていけたら、自分自身もしていけたらいいなと思ってます。課題を探しに来たっていうのを、ご自身が最も緊張されてるし、ご自身が最も責任を感じてらっしゃるし、なんならご自身が最高の挑戦をされている中で、もうなんかエクセレントリーダーっていう、僕は想像を超えた店長さんになってらっしゃるなって思ったんです。あれは一番嬉しかったかもしれないです。広島の出店より嬉しかったかもしれないです。私がこの会社に入社するときは役職とかっていうのはつかないって決めていたんですけれども、試用期間入って2ヶ月目に入るときに、当初の配属店舗から雲寺店に1ヶ月だけ、移動するっていう機会がありまして、その時に今課長の土井山さんと一緒に店舗を回していくっていう期間がありまして、その期間で結構この会社での働き方っていう意識が変わったかなっていうふうに思ってます。はい、本当にまさにそうで、入社された時は本当にただもう彼女の中でも一般の販売員としてやっていきたいで、上を目指すとか、その副店長チャレンジをするとか、店長になりたいという気持ちはなかったんですよ。本人も思ってると思います。まさか自分が副店長をして店長になるっていうポテンシャルはありつつも、上を目指す気持ちっていうのは1ミリも感じなかったです。店長を目指そうって思ったきっかけとしては、今回の雲寺の新卒プロジェクトのお話をいただいたっていうのが一番大きいかなと思います。新人さんを育てるっていうところで、自分自身も教える立場として店長っていう立場の方が自信を持って指導ができるかなっていうふうに思ったっていうのもとても大きいです。やっぱりここで新卒さんのこのプロジェクトが始まるっていうところで、多分彼女の気持ちが急に変わって、彼女の方から、店長にチャレンジしたいんですけどっていう思いを伝えられました。その時はとっても衝撃的で、まさか中ん中里さんの口から、ご自身の口から店長やりたいって言ってくださったことがとても嬉しくって、もうすぐ八木さんに伝えて2人で大喜びしたのを覚えてます。この私が広島にいる期間、店舗責任者不在の中、新卒メンバーと松原さんとだけで頑張って店舗運営をしてくれていたんですけれども、一人一人ものすごく成長しているなと思っていて、今までは結構私主導でいろいろこれやっていくよ、あれやっていくよっていうのをやってたんですが、メンバー発信でリーダーシップをどんどん育てていけるような接し方をしていきたいです。